こんにちは、竹内です。5月の講習伊豆の目のですね、説明をします。まあこんな感じになっておりまして、2020年前期ですねのテキストの、82ページに載っております。で、A パーツと B パーツに分かれていまして、A パーツが赤色ですね。これでいうとリボンみたいになってます。 B パーツ、間違えました。 A パーツが黄色ですね。黄色の部分で B パーツが赤色の部分になってます。はい、まあ、あのなんかプレゼントのリボンみたいな感じのユニットになります。A パーツ、B パーツともに、普通の正方形のですね、折り紙用紙6枚ずつですね、 A パーツ6枚、B パーツ6枚使用しています。で、B パーツはあの後で説明しますけど、半分に切る、やつになっております。まあ、比較的シンプルなタイマーが戻りました。じゃあまああと考えていきますか。何だったっけ、比較的簡単なユニットに、組みやすいユニットになってます。エッジがまあ、あのこうとんがるようなエッジの効いたユニットになってます。はい、じゃあ、まず A パーツからですね。まあ、これ崩しちゃって、 A パーツこの黄色いやつでして、二層船の基本形ですね。よいしょと。これ二層船の基本形をちょっと折ったやつになります。こう4枚羽が入ってるやつの形ですね。おなじみのやつで、この4枚羽をこう広げて潰して正方形にですね、したやつで、A パーツ完成になります。これが基本、このユニットが、立方体正六面体になってが基本になってますので、その立方体正六面体の正方形の一つの面になります。でこれが6枚ですね。で B パーツは、長方形の紙を使います。長方形の紙ですね。エッジの部分、辺の部分になります。立方体の辺の数は、12なので、長方形が12枚使うということになります。で普通の折り紙、裏が白の紙使っていただいてもいいんですけども、若干ここの隙間から裏の色が見えるので、あの両面折り紙を使うとですね、また面白い表現になるんじゃないかなと思います。今日はそんなもんですかね。比較的組むときは簡単ですが、テキスト、組み合わせのときはテキストの、84ページの組み立ての1ですね。よいしょ。まず赤、A パーツ、B パーツですね。こう組み合わせるんですけども、ここの B パーツのここの隙間と、この A パーツのこの四角い、端っこをこう間に入れるような感じに、組み合わせます。若干、このサンドイッチが、まあ複雑っちゃ複雑ですね。ここの真ん中の隙間がうまいことですね。この B パーツのこの、なんですかね、縁に合うような感じになります。この場合だとすぐ抜けてしまうんですけども、この3つの角を3つ組み合わせるとですね、こう抜けにくくなるような感じになりますね。で、こう差し込むというよりかは、赤色をちょっと一回入れ、A パーツ、
こう赤いやつを入れて、この黄色いやつをこう隙間に差し込むような感じでやった方がやりやすいかもしれないですが、今やりにくいですね。こう、私大きい紙なんでやりやすいんですけども、比較的。そうですね、この黄色いこの端っこを曲げて、折り目がつかないように曲げて持っていくようにするとやりやすいかなと思います。ここが崩れました。こんな感じで、あ、サクサク入りますよ。まあ、Aパスここ入ります。で、ここの真ん中が自然に広がるのが、まあ、この作品の、まあ、特徴というか面白いところですね。はい、まあ、説明は以上です。まあ、特に、難しいところはないと思うので、チャレンジしてみてください。で、説明以上です。